か見てないですね。あれワールドカップだっけ、女子のなんかの試合でさ、アルゼンチン戦なんかの大会のアルゼンチン戦でずっとサイドの幅取ってる選手が位置高すぎてそこつながってないのにそこずっと改善しないで、で試合もあこれやばいなと思って、女森保的な感じだなって思ってますよね。でその後の試合のコメントでなんか自分の采配に非があるっていうより選手良くないみたいな、なんかそんなこと言ってて、あ多分これ僕なでしこ見出したらストレスの種が増えるだけだなと思って、あと戦で見ないとなんかそういう批判もしにくいしみたいな。それからなでしこはできるだけ見ないって決めたんですよ。今日知り合いとかからもう LINE でね、レオ君のなでしこのリアルタイム好き見たいですみたいな感じで言ってもらえて、ありがとうございます、でもこうでって今みたいな理由言ったんですけど、そんな感じで今日負けました。あ、そうなんだ、うん。